こんにちは。有限会社イメージアップ代表カラーセラピストの伊坂克美です。本日5回目になりますが、今日は私どもイメージアップカラーがカラー分析のカラーシステムスキルとして皆様にご提案させていただいておりますアンコンシャスカラーをご説明したいと思います。アンコンシャスカラー、意識、無意識と、それなんじゃ一体と、そんな風に思っていただく方もいらっしゃるかと思いますが、実はこれは、36色この任意に選ばれた色、このように36色がございます。この色の中からその人が左手の人差し指の柔らかいこの部分ですね、ここです。そこで好きでも嫌いでも構いません、目についた色を4つ、そしてまた一旦閉じます。そしてもう1回改めて4つ、それはダブってもまた全く新しい色でも構いません。その人が触るべく色になっているんですね。これはこれをアンコンシャスカラーと申します。これはもうすでに亡くなられましたが、色彩生理心理研究家の明石素直先生が9年間に8万人という人々を対象に統計学として研究されながら開発されました色彩によるカラーシステムのスキルです。この色を体験する人たちは、どうして私色を触っただけでそんなことまで分かっちゃうんですかって言われるくらい不思議な結果が出てまいります。一つ例を挙げますと、これは実際にあったお話なんですが、 M&A のお仕事をされている方から養成講座の申し込みがありました。その方はたくさんの心理セラピーを学ばれ、例えば箱庭療法だとか、その他もうたくさんのものはほとんど自分のスキルとしてお持ちの方でした。で、その方がおっしゃいました。私のボスはアメリカです。企業を売買するときは会社とともにそこの社員まで一緒についていくんです。だから企業を売買するときはその社員さんを私たちはしっかりと知る必要があるんです。その時にこのアンコンシャスカラーは今まで社長も知らなかった、本人も知らなかった、そういった知らなかったことがわかるんです。それで私は、このアンコンシャスカラーを学びたいと思いました。それはほんの一つの事例であるんですが、例えばですね、私がある講座の中で、パッパッパッと選んだ色だけ見つけまして、でそれを見ながら、あ、この方はこういう方ですね、あ、何番何番何番を触られました、この方、あ、この方看護師さんかな、そうしましたらその講座が終わりました後でその方が私のもとにいらっしゃいまして、先生、色を触っただけでどうして私は看護婦だってことがわかるんですか、私もっとこのことを知りたいですとおっしゃいまして、彼女は今医療の現場でもこのカラーシステムをご利用になっていらっしゃいます。そしてまたある方はですね、これはある東北の病院の看護師をなさっている方なんですが、その方からお手紙をいただきました。
心理学をいくら学んでも実際にその場で生かすことができなかった、どうすることもできない、その問題で悩んでいた私が見つけたアンコンシャスカラー、色味によってわかる人の心と体という、そういったタイトルの本を見つけ、私はそれを手に取り学びました。そしてその結果、退院間近のお客様です。その方が、何かご心配はないですかと聞いたところ、いや何にもありませんよと軽く流してくださった、そのお客様が実はその色彩選択をすることによって、とってもお家に帰ってからの自分の生活に不安を覚えていらっしゃるということが、まるで手に取るように分かりました。そこでその方とお時間をゆっくりと話し合って、その方の解決をして、その方が問題なく退院できる、そういった気持ちになって無事に退院していただいたことがあるという、そんなある看護師長さんからのお手紙をいただき、私も大変、あ、アンコンシャスカラーって本当に世の中のためになるんだなって、とても嬉しかったことを覚えております。実際にこのアンコンシャスカラーで自分の知らなかったことがわかる、自分を知るということなんですね。色によって偽らざる自分の本当の姿っていうものがわかるということで、本当の自分を知った時にそこに何が来るか、気づきなんです。色は気づきの源、実際にハッと気づく、そこにこのアンコンシャスカラーの目指すところがあるんですね。実際にそのアンコンシャスカラーをお受けになっていらっしゃり、また、たくさんの方たちにご指導なさっていらっしゃるアンコンシャスカラーセラピストの先生にもお話を聞いていただきます。次回4月30日は実際にアンコンシャスカラーと向き合っていきたいと思います。ぜひ皆さん見てね。はい、色心ビジネス6月30日登録してください。